子供たちの人生がめちゃくちゃになってる時に何しに帰ってきたんですか？過去を振り返っているんだけど、実はこの稲村家って何なのかとか、私たち家族ってここからどうやっていけばいいんだろうかっていう未来を見つめていくことでもあるので、すぐに出演したいと思いましたし、自分がやる役にも共感できたし、芝居としてやりがいがありそうだな、すごくいい台本だなと思いました。ああ、これが白石流かと思って楽しんでました。何でもないシーンだけれどもダイナミックなシーンが生まれるんだな。私たちがちゃんと生きていないと面白くないと思ったから、試されるなって思った気がします。白石さん曰く最高傑作になるだろうと